ちは、けいチャンネルです。本日は7月20日土曜日、マクドナルドで、当日限定発売の1000円のハンバーガー第3弾が、発売になってましたので買ってきました。それでは、前回同様このリボン付きの箱に入ってますので出していきます。クォーターパンダジュエリーの説明書きですね。今回のタイトルはルビースパーク、チョリソとアボガドの奇跡のマリアージュ、って書いてありますね。意味が分かりません。分解図も前回同様書いてあります。続きまして、大きめのしつこい説明書きですね。これにもルビースパークと書いてあります。でそれから、ハンバーガーを入れて食べるやつ袋ですね。じゃじゃん、また同じような化粧箱に入っております。では開けていきます。じゃじゃん、また金色の輪っかに入ってますね。前回同様の豪華な化粧箱です。はい、これ取っちゃいます。はい、中身はこんな感じでございます。わーすごいですね。うわー、ハムですね。チョリソってハムみたいです。チョリソの下はどうなってるかっていうと、お、玉ねぎとチーズ、で、グリルオニオンとペッパージャックチーズがあって、その下にビーフパティですね。でビーフパティの下にアボカドリング、あ、アボカドフィリング、なんかアボカドのソースみたいですねが入ってます。それではですね、これに入れて食べてみたいと思います。はい、もうちょっとこんな感じです。食べてみます。はい、感想ですが、チョリソ、ドイツのまあサラミみたいなものなんでしょうね。それが美味しいですね。あと、ペッパージャックチーズ、胡椒が、香辛料が効いてて、ちょっとヒリヒリきますね、後から。で、あとやっぱアボガドフィリング、アボガドのソースが、まあそれをいい感じで和らげてくれる感じですかね。1回目も言いましたが、美味しいですが、1000円は高いですね。前も言いましたが、600円700円だったらいいんじゃないでしょうか。まあ、初回の、まあ、2回目は食べてないんですけど、初回のゴールドリングがやはり一番インパクトは大きかったですね。もう2回目3回目になるとインパクトは小さいような気がします。以上です。